い、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、じゃあ今日は周りが植物に囲まれておりまして、はい、座っている状態からのスタートですけど、はい、今日はどんな企画ですか？今日はヒロデンドロンをご紹介します。はい、はい、イエーイ。ヒロデンドロンの育て方や魅力をご紹介いたします。はい、はいはい、じゃあまず、はい、店内にあるフィロデンドロンの植物を一通り紹介してみますか？あ、そうですね、はい、じゃあ手前から参ります。はい、これはフィロデンドロンクッカバラですね。はい、はい、一回ねご紹介したことありますね。そうですね、あの初期の頃からいらっしゃるクッカバラなんですけど、こんなに魅力的なのになぜいるんだっていうやつでですね。あ、そうです、そうです。私が笑いかわせみってなんかよくわからんあれ言うたやつです、うん、はい。これはねやっぱあの、うん、フィロデンドロンの魅力でもある、うん、この気根と根上がりってやつですね。はい、うんうん、はい、根上がり仕立てで、はい、かなりかっこよく仕立ててあるタイプですね。はい、あれですね、フィロデンドロンの魅力その1、気根。そうですね、気根、はい、そしてこういう根っこをわざと根っこを見せて、うん、かっこよく仕立てるっていうのもフィロデンドロンの魅力ですよね。はい、はい、見事に2つを兼ね備えた本当に、はい、でねこれがね、うん、葉っぱを取り、まあ、切った部分がこういう風に、うん、ほうほうほう、はい、乾いて、うん、すごいかっこいい模様を生み出すんですよ。葉っぱがあった後なんや。そうなんです、今ここ葉っぱちょっと切った部分なんですけど、あ、ちょっと白いね。そうなんですよ、みずみずしい。ここがね全部その葉っぱももいだというか切った後なんですよ。これもまたかっこいい、なんか歴史を感じる。そう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 、古代建造物みたいな。ああ、わかる。イメージ的に多分視聴者の方は分かって。何があってもいいですね。すいません。でこっちがフィロデンドロンのプルートロンギフォリアっていう品種なんですけど、はい、この子もかっこいい。でも、はい、これもあれですね、こんなに魅力的なのになぜいるんだシリーズで。そうです、はい、そうです。多分サイズの問題ですよね。なかなかお家には受け入れられないサイズやと、ね、あの動画だいぶ前やからもうだいぶいますけどね。そうそう、でこれにこれ支柱なんですけど、うんうん、ちょっと短めの支柱なんですけど、はい、これにしっかり根っこを張って、うん、上に上がろうとしているところですね。はい、だからこの支柱がまあここまでなんで、うんうん、ちょっとね足りないんですけど、ここは根っこが出、気根が出ようとしてるんですよ今。ちょっと見づらいかな、はいはい、あ、私の爪の先、はいはいはい、だからこの子もこの支柱があればここに捕まってまたこれが伸びてっていう感じで上に伸びていくっていう感じですね。はい、この葉っぱ の, 大きあの形も魅力なんですよね、うん、ちょっとクッカバラと似てるね。そうそうそう、葉っぱの形が似てるけどちょっと違う、うん、かっこいい。はい、はい、これプルートロンギフォリアです。プルートロンギフォリア、はい、新しい葉っぱもくるくるっと出てますね、はい、こういうね形のフィロデンドロンもあります、うん、長い。これもかっこいいですよね、うん、さっきの2つとも全然違う。全然違う ね、ピョンピョンボンみたいな。これも、うん、このなんていうんですかね、気根が魅力、かっこいいんですよ、うんうんうん、こういう感じで出てるのが映、はいはい、りにくいですけど、こういうフィロデンドロンもありますよね、うん、でこういうこれ素敵ですな、が入ってるタイプもあります。はい、わお、これはねバルクマルクス、あの品種のフィロデンドロンで、うん、わお、のオーレアなので斑入りですね、うん、これすごい綺麗、わー、ね、すごい、ね、そうすごい素敵、うん、こういう斑入りもあります。フィロデンドロンは斑、はい、入りで言うとこういうピンクプリンセスやったっけな、うん、はい、そうです、そうです、あります。これちょっとあの切って増やそうと思ってるやつなんで、はい、ちょっと寂しいですけど、まともな葉っぱがついてないんですけど、うん、こういう感じでピンクの斑が入るタイプのかわいいヒロデンドロンもあります。ラブリー。そうそう、で茎がね、うん、めちゃくちゃ赤いんですよ。赤いね、すごいでしょ、うん、これねさっき親株から切り落としたんですけど、うん、あの汁も赤い、そう、血みたいな感じでしたね、はい、フィロデンドロンも切るときは手袋した方がいいです、うん、いいと思う、ね、そうですね、はい、あのお洋服についたりしてもあまり良くないので、はい、手袋してちょっと汚れてもいい格好でパチパチ切る方がいいと思います、うん、はい、はい、で、次がこれバーキン。バーキン、はい、これも白い模様が入ってるタイプです。
なんか葉っぱの形はね、あの丸い感じの、うん、そんな変わってはないんですけど、はい、白い筋が入るすごい素敵なピロデンドロンですね。ト、はい、ナもありますし、うん、あとこれもピロデンドロン、これはプリンスオブオレンジ。おこれね、そう、うん、新芽が本当にこのオレンジの色なんですよ。あ、すごいね、蛍光色みたいな。そうそう、本当にこのピンクグレープフルーツみたいな色で、うん、で大きくなるにつれてちょっとグリーンになっていくんですけど、新芽はかなり美しいです。あ、そうですね、はい、だから新芽やからよく見えるから楽しめるよね、はい、そうですね。この子も結構新芽上がってきてるので、うん、はい、すごい美しい姿を見ていただけると思います、はい。今見せれないのがちょっと、そうですね、前までね結構ピンクやったんですけど、この2枚が結構ピンクやった、うん、ちょっと緑が入ってきてますね、はい。でこっちがリングオブファイヤーっていうピロデンドロン、名前がさっきからかっこいいよね。かっこいいですね。これはね結構シュッとした葉っぱで、うんうん、ちょっと波打つかな。そうですね、で斑が入るタイプですね、うんうんうん、これもかっこいい、かっこいい。まだ小さい株なのでね、気根が出たりとかね、そういうのはないんですけど、うんうん、はい、あ、それ鉢も可愛いですね。鉢です、可愛い、鉢も可愛い、はい、で、葉っぱで言うとこのワーセルイッシーが結構変わってます、うん、これ姉の大のお気に入りの。そうなんですよ、はい、すごくないですか、ね、同じね、さっきのこのバルクさんと全然合わせた全然違いますよね、うん、このね、あの何とも言えない細い繊細な感じが好きなんですよ。細い繊細な葉好きですよね。好きなんですよ。でこれもね、あの、うわ、ここすごいすごいね、素晴らしい、うん、ね、かっこいいですよね、うん、ここもね、ごっついし。でこれ新芽あ、出てるね、はい、シュッとした新芽が出るんですよね、うん、これも素敵やし、ほんで明るい、そう、本当にね、縁起が良さそうな色してますよね、ほんまや、ね、これ、猫怖い大丈夫っていう、怖い、何これっていう感じなんですけど、気根すごいでしょ、怖い、もう気根もやし、ここの根っこの感じもすごいですよね、うん、かちょっと支柱立てて、はいはい、ちゃんとしてあげないと倒れちゃうっていう感じの仕立てになってます。爽やかなすごいね、すごいですよね。てかそもそも気根って何？気根っていうのは、うん、あの土の中ではなくて、うん、空気中に出る根っこのことです。あ、そうなんですね、はい、そうなんですよ。ほうほうほう、なんかこれが土に刺さるというか、うん、土を探して出てくるっていう感じになりますね。あ、じゃあほんまは土に入りたいんや。あ、そう、だからその気根が出る原因っていうのもいろいろあるらしくて、うんうん、だからその水が足りないから空気中から水分を取り込もうと思って根っこが出たりとかする、うんうん、あとは、あのバランスを取るために出るとか、うんうん、あ、そうな、はい、そういう役割も。だからその株が健全であれば切っても問題はないんですけど、うんうん、あ、そうかそうか、はい、ただまあかっこいいので、うん、こう出しててもいいよねっていう、それがフィロデンドロンの見た目の魅力で、ね、はい、で育て方なんですけど、うん、フィロデンドロン自体は、里芋科なんですよ、うん、はいはい、で里芋科の植物で、うん、あの育てるのは難しくはないと私は思っております。はい、はい、私の印象では水切れに強い、うんうん、と思ってます私は、はいはい、で葉水とか、うん、あの空中湿度が高いのも好きなので、うん、まあ、霧吹きしてあげると喜ぶっていう感じですね、うんうん、であとの温度もちょっと暖かい場所を好むので、うん、はい、まあ、冬場だったら10度から15度以上あった方が安全かなと、はい、なんか夏場は、まあ、あのなんていうんですかね、ちょっと耐陰性のある植物なので、うん、まあ、暗いところ、うん、暗いというか明るめの日陰、うん、だから直射日光はちょっと当てないであげてほしいんですよ、はい、管理としては、まあ、あの水が、まあ、通常の観葉植物と同じように土の中がしっかり乾いたら鉢底から出るまでしっかりあげる、うんうん、はい、であとは葉水もしてあげる、はい、であとは温度に気をつける、うんうんうん、そうですね、冬場の寒さには気をつけてあげた方がいいですね、はい、はい、で、あと増やしやすいっていうのも魅力かもしれないです。お、はい、結構あの先のこのピンクのやつみたいに、うんうん、
刺しで、あの切って、はい、こういうのに刺しとくだけでも増えるんですよ。それハイドロカルチャーですね。あ、そうですね、うん、水だけでもいいと思います。出ると思います、はい、なんとなくハイドロカルチャー入れてる、はいはいはい、入れてるんですけど、水で刺してるだけでも全然出ると思うので、はいはい、増やしやすいっていうのも魅力ですよね、はいはい、あとね、あのピロデンドロンっていうのが、うん、ギリシャ語で愛する木っていうらしいんですよ。あや、ロマンチックじゃないですか。ロマンチックやな。ロマンチックですよ、ね、ギリシャ語、ギリシャ語やってギリシャ語ってとこがあるやね。そうなんですよ、ギリシャ語っていうのがね、なかなか見そうなところで、はい、なので結構そういう、なんていうんですかね、華やかさもあり、うん、強さもありっていうので、うん、あら、なんか素敵、人気があるそうですよ。葉っぱとさっきの気根と、うん、あと根上がり、うんうん、仕立て方も魅力なので、はい、すごいね、魅力的な植物ですよね。丈夫やしね。そうなんですよ、うん、めちゃくちゃ丈夫やと思いますね、はい、そのまあ湿度高めが好きやし、水も好きやしやけど、うん、あのそんなシビアに、うん、あ、水やりやらなってやらなくても頑張ってくれるので、うん、はいはい、でしかも明るさもそこまでいらない、うん、本当室内の明るいところやったら十分育てられる、まあ、はい、もちろん日当てた方が丈夫な株にはなるので、うん、暖かい日とか優しい朝日当てたりとか、うん、日差し当てたりはしてあげたらね、たまにはそうですね、丈夫に育つんですけど、まあ、基本的には室内で十分育てられるので、すごい魅力的な植物だと思いますね、はい、以上でいいですかね。はい、はい、以上です。はい、何だったっけこの名前、フィロデンドロン、あ、フィロデンドロンのご紹介でした、はいはい、ご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。で、はい、今日がいつやろ、9月の最初、16かな、16、え、違う違う、あ、16、あ、16、はい、にこの動画上がってると思うんですけど、はい、もうあと1ヶ月もしたら1周年です。そうなんですよ、はい、14日が一応ね、あの会員オープンした日に、はい、10月14日が、うん、早かったね。もう1年経つんやって感じやけど、うまい、うまい、うまい、なんとか1年持ちまして本当にね、うん、持ったというか、皆様のおかげで支えていただいて本当にありがとうございます。でね、はい、1周年記念でね、なんかプレゼントとか。そうなんですよね、はい、あのオープンした時は、うん、まあ、ボールペンを、はいはい、物入ったちょっとしたものなんですけど、うん、お配りさせていただいたんですね、うん、なので1周年は何にする？何にしようかなって今ちょっと考えてて、まあ、ほぼ決まってるんですけど、はい、ささやかなことには間違いないです。間違いない、あ、こんなんかっていうもんかもしれない、うん、全然そう思われても仕方ないものなんですけど、自己満足の世界になるので、はい、私が欲しい、私らが欲しいものでもあるんですけど、あ、そうなんですよ、それ、そうですね、欲しいやつかもしれない、はい、私たちがぜひお楽しみにしておいていただければと思います、はいはい、はい、じゃあ今日もありがとうございました、はいはい、ありがとうございました、はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします、はい、じゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。はるこちゃん、バイバーイ。